雑談です。ジョセプです。ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたのかな、あれですね、思いのほか、やらなくちゃいけないことが、まあ、まだまだあるんですが、片付いたんで、LINE スタンプをね、また作ろうと思って、今この喋ってるキャラクターのやつですわ。まあ、毎日インスタに、Gペンで描いてる、まあ、一コマ漫画というか、絵日記の絵ですよね。あれをがいろいろ溜まってるんで、あれを下絵にしてね、スタンプにできたらいいなと思って、本当はあれを毎日、まあ、脈略もなく、前後の関係とか全くなく、絵をずっと描いてて、それをこう並べて、漫画に本当に、コマに当てはめてってね、セリフとかあれを入れて漫画に無理やりこうつなげたら面白いだろうなと思ってやってるんですけど、もうすでに200枚ぐらいいってるのかな。ちょっと数がもうあれなんで、それはさすがにちょっとスペクタクルすぎるだろうと思いながらも、まあ考えてはいるんですけど、でそれの二次利用じゃないんですけども、主体にしてね、面白い絵だけをスタンプにしていったらいいなと思って、スタンプを書き出しましてね、書き出してというか、デジタルといっても、あれですわ、iPad でAdobe のフレスコって、まあペイントソフトみたいなやつがあるんですけど、それでトレースをしながら配信をして、気がついたら3時間ちょっとやってましたね。で、今、昔はスタンプ40個たまんないとできなかったんですけど、最低8個、16個、32個、40個の数だったら、販売ができるってんで、じゃあつって8個っていうのもなんなんで16個書きまして、今申請中ですんで、できたらね、皆さんぜひ使ってあげてください。で、もっと前に書いてた猫の、ね、猫のあれはもう400回行ってるんで、400個以上絵があるわけなんですよ。で、それ一回、スタンプというか、なんていうんですかね、ちっちゃい方のスタンプがあるんですよ。なんか言葉の中に埋め込めれるスタンプに一回してるんですけど、それも大きいスタンプにしようと思って、それは40個はさすがにね、なかなか言葉とか考えるのも大変なんで、とは言いながら32個ぐらいピックアップしましたんで、今日それちょっと作業して、スタンプの申請しとこうかなって、そんなことをやって、まあ、あれですよ、芸術の秋なんでね、ちょっとここは一つ絵でも描こうかっつって書いてるわけなんですけどね、そんなことしておりまして、で見ましたです地上の接吻ね、最終回だったんで見たんです。まあこれもうほぼ言うことないですよ。これまでの流れというかね、最終回までにこういろんなシチュエーションでね、こうチュッチュ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 やってるぞって感じの、そこがね良かったというか、なんていうんですかね、エモくはないんですよね。なんかこうムラっとくるというか、なんていうんですかね、いいシチュエーションだ、なんかね、それお前そこをキスだけで終わるかみたいなのがずっとこう最終回まで引っ張ってきて、まあやることやってんでしょうけど、最終回に至ってはなんかお母さんが妖精の使用ができて、それを取らなくちゃいけない、でそれがどこだっけ、シンガポールだか、どっかでとかで移住というか、あっち行かなくちゃいけないみたいなふわふわしたところで、でもそれを引き止めないのみたいなところで、でも結局日本で手術して、別にそのね、振りはね、大きく振りかぶって、
大きく振りかぶって、まあ、冒頭ではないですけど、ワンバウンドで届いたみたいな。何だったんだ、あれは、みたいな。最終回ね。いや、この最終回、その何だった感が逆に面白くて、いやー、いろんな楽しませ方あるよなって思いますよね。だから、すごく振りかぶって、それをね、綺麗に投げ抜く、もしくは打ち返されるみたいな、大どんでん返しみたいな、クソ大逆転的なね、展開もあれば、こう、そこまで風呂敷広げといて、畳まねえのかよ、みたいな展開っていうのは、やっぱ面白いですよね。それ、あれですかね。ちょっと一周も二周も回りすぎちゃってるのかなと思って、で、それ、最終回だけでね、こう、一本これはもう、話が持たねえや、だって、全然こう、話すことねえんだもんと思って、そしたらあれ、ABC が制作ですか、大阪の、朝日放送が制作なんで、この TVer の CM ってね、まあ、テレビの CM とは違って、局の CM をガンガン挟んでくるんですけども、で、ついでに、安友の至って真剣ですの CM が流れましてね、まあ、終わった時に、この CM が流れて、本編はクリックしたら見れますよみたいな感じで、それあれいいですよ。テレビだとね、そういうわけにはいかないんで、まあ、同じチャンネルで時間待つか、曜日待つかしないとその番組始まんないですけど、TVer 配信だとね、終わって次予告流れて、見たかったらクリックしてくださいってすぐ見れるわけじゃないですか。それやっぱりもう時代ですよ。で、ね、ちょうどネットニュースにもなってたんで、スポニチかなんかが取り上げてたのかな、ザコシのその、コメントが取り上げられてて、アメミヤとか出てたんですけど、それを見まして、これがまためちゃくちゃ面白い。まあ、アメミヤさんと、ドブロックと、なんでだろうも出てたっけ、面白くて、特に雨宮さんのところが面白くてね。で、困ったら雨宮さんがね、こう、どうだいってこう聞くっつって、それはもうトラさんを見すぎて、トラさんの口癖がね、まあ、そうなんですよ。どうだいっつって聞くんですよ。で、それから僕のもう一つ好きなのね、セリフで、トラさんが訳を聞こうかっていうのがあるんですけど、それをね、朝やん、水道橋博士さんのイベントで、高須さんが、ことあるごとにそれを挟んでくるんですよ。ね。訳を聞こうか。それをね、日常か、まあ、日常会話ではないですけども、舞台でね。ああいうところで使ってくるとやっぱ面白いなと思って、で、そう考えると改めてね、トラさんってこれ本当に、まあ、あんな50作も続くぐらいの大作ですから、それは面白いわけですけど、子供の頃なんかはね、何の興味もなかったです、トラさんに。本当に何の興味もなくて、何が面白いんだろうとね、何個か目にしたことあったけども、そこまでこうね、のめり込んでみるような、あれじゃなかったですけど、年齢とともにですかね、あれは、このトラさんがわかるようになると、こう、いろいろね、深みというか、ね、人間の面白みがね、より理解できますよ。だから、ね、まあ、若いうちは、多分本当に何が面白いんだろうって感じだと思うんですけど、それはね、気づいて、ね、まあ、できればね、できるだけ早く気づくことなんですけども、若さってね、そういうところを気づかずに突っ走れる力があるんで、あれですけども、こう、突っ走る力がなくなってくる手前ぐらいでね、それに気づくと、もう本当に面白くて、だからそうやって、アメミヤさんとかが、こう、まあ、エピソードの一つというか、で、こう、トラさんの話題とか話すわけじゃないですが、で、まあ、志らくさんとかもそうね、ことあるごとにトラさんの言葉をね、トラさんだったらこう考えるみたいな言葉を言うことっていうのは、やっぱりそれ、こう、そういう昔の作品をリスペクトというかね、後世に伝える意味でも、ああいうことはやっぱりやっていかなくちゃいけないなと思って、だから、若い子だから知らないとかね、昔の洋楽、例えばストーンズとかビートルズなんか聴かないなんて言ってても、いや、これだけ大人がね、ハマってる曲とかね、時代を作ってきたものの中には、今聴いてもやっぱりなんかそういうヒントというか、なんかそういうものが転がってるんだろうなって思うので、それはやっぱりことあるごとに、伝えていかなくちゃいけないなと思って、だから僕なんかが伝えられることって言ったら、
清志郎さんとそれから水木さんと水木しげるさんと江里さんのことぐらいしかないですけど、まあそういうのもね、ことあるごとにまあ挟んで言っていくべきだなと思ってね。いやしかし安友の至って真剣ですわね、これ面白かったんで TVer で見れますんでご覧になってくださいといった感じですかね。はい、コント訳を聞こうか、ちょうど時間それでね、訳を聞いたわけなんじゃないですか、ネットフリックスでね、あれ何でしたっけ、松坂桃李さんとそれこそ長野太賀さんがもう出てたんですね、アイドルのあややの追っかけの、ハロプロのおっかけのやつ、何でしたっけ、あれを見まして、いやー、あれもなかなか面白かったですね。というのを、あれを見てて、あ、中野太賀さんって、ここで出てきてたというか、ここでにも出てたんだと思って、見て思っておりましたが、まあ、そんな、いろいろ見て、また、ね。早く秋ドラマが始まってほしいなと思いながらやっておりますが、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。